地の精霊で重量を操作して、水の精霊で関節を動かし、火の精霊で動力を発生させ、風の精霊で熱を調整する元素の集大成。ゲームといいアニメといい、怪しい魔物って目が赤く光るよな。すげえ重そうだし。早いっちゃ早いけど余裕で回避できる。あとはどうやって倒すかだな。剣では切れそうにないし、あれを使うか。先生、お別れの挨拶を言っときな。